我は触れられざる好機、不可視にして不可視の嵐。こんにちは、今回はヘウンリーイージスを採用した、ビショップ、まあ、コントロールビショップというのかな、まあ、それ紹介していこうかなと。まあ、新環境になって、イージスビショップがまあ使えるのかどうかというところをまあ検証しながら、やっていきたいなと思います。で、まあ、今回ナーフされたカードは1枚も入ってないんで、まあ、なかなか戦えるんじゃないかな。まあ、序盤はユニコなどで、守っていきながら、まあ、死後を多めに採用して、で、中盤あたりは、まあ、レディアンスエンジェルや、まあ、この3月ウサギのお茶会などで盤面取って、耐えていくと。で、6コステミス打ったりして、で、9コスのイージスで、まあ、買っていくと。で、なんだかんだ今、ドラゴンが結構、まだ多くて、ナーフされたんですが、まあ、ネクロかドラゴン。で、逆にウィッチが、超越ウィッチ、タイヤ1位の超越ウィッチがいなくなってしまったかなという、印象があります。小賢しいなさあ、1戦目の対戦相手は誰か。多分ドラゴンちゃうか。勝ちました。ネクロか。まあ、ネクロも非常に多い。特にヘクターを採用した、ネフティスネクロというよりは、ヘクターを採用したデッキの方が、ま、多いかなと。ただ、先行で聖なる願いを引いていく。まあ相手も3枚引き直していく。まあネフティスネクロであろうが、ヘクターネクロであろうが、まあ何のネクロであろうが、イージスビショップの前では無力なんで、まあ今回言われているのが、ナーフすらも無効化したカードなんで、まあこのカードがナーフされるとな、まあ水流神がナーフされたからちょっと危ういなっていう、印象あるんですけど、イージス2枚いらないかな。儚き夢が舞い踊る。多分ビショップって、5ターン目まではすごい耐えれるんですよ。で、7ターン目、8ターン目、9ターン目が結構厳しくて、そこをなんかこう、大修道女とかを入れて対応する人もいるし、まあデッキの構築がすごい難しい。やっぱ5ターン目までは多分余裕で耐えれるんですけど、まあドラゴンを相手した時に、まあ相手が一気に PP をブーストしてきて、どう戦っていくのかっていうのがすごい難しい。これもナーフの影響やな。ハコンの少女が、簡単に打ち取られてしまうっていう。我こそ踊り狂うボーフィー。いや、ま、この盤面だけで勝ってるからな。で、相手この盤面を突破しつつ、まあ、イージスも耐えていかなあかんから。で、次のターン、聖なる根が割れていく。さあ、三骨はどう来るか。悠長やね。女まあ、ゾンビパーティー打って、ターンを終了して、なるほど、なるほど。聖なる願いを割れていきながら、重機か。まあ、重機プラススネークプリーストいきます。邪神様には触れさせません。オンニーで、まあ、次のターン、レディアンスエンジェルを出すんですが、まあ、イージス2枚はちょっと腐ってるんで、まあ、こっからどう来るかやな。まあ、リリエル出していく。まあ、リリエル採用型ってことはもうこれ間違いなくヘクターネクロで、確定してるのかなと。大丈夫、死んだら神様が見てくれるからね。あんなで、ゾンパを打っていくと。なるほど、なるほど。であれば、ここ迷える子羊にスルメを与えていくぞ。迷える子羊にスルメを与えよう。でも進化するかどうかなんですけど、まあ一応進化使うか。まあ一発目の進化はまあ適当にまあ打っといて、まあ次テミスで一掃するっていうまあ手もあるんですけど、まあテミスはまあ奥の手なんでまだ使う必要ない。例えば死の祝福とか、まあネフテス、まあネフテスは打つ必要ないんけど、まあ祝福とかゾンパとかもその辺で、まあ並んできた時に言うと、魂で全部はないね。やっぱ5ターン目6ターン目までは全然、耐えれる範囲やな。怒んないでよ。まあ相手は進化権温存してるが、こっちも進化権温存しないといけないんで、こうグリームネルプラスユニコいきます。レディアンスエンジェルに関してはやっぱ回復を重視して重点的にそれをしてやっていきたいんで、迷える者にスルメを与えよう。女さて、一回りしちゃった。アンダールアンダールで、まあもちろんケルベロス進化してくるやろうな。で、3点のタイルが残るんですが、ここでテミスの審判を打つのはちょっとチンパンプレイすぎるんですけど、まあ打ってもいいかなっていうのはあるかな。でも進化権を使うっていうのがさすがに あまりやりたくない手法ではあるんですが、法廷を引いていく
迷えるものにする目を与えよう。まあ、こう盤面取ります。あ、ちなみにこの教会の守り手は、1枚ピン刺しで、入れてます。やっぱイージスはな、まあ、ちょっと今環境新環境になってまだ1枚1回も見たことないんですけど、普通に強いと思うぜ今の環境。特にドラゴン戦においてはもう無敵なんで。失礼。聖者の呼び声。小賢しいなあんな小賢しいな。迷える者にする目を与えよう。もう次イージス進化。もうこれもうドローソースとかどうでもいいんで、先ドローとかそんなことはどうでもいい。イージス進化で終わりなんで、もうそれしか見てないから。踊れ魂、わらわの名のもとに、まあさすがにないから、まあ、ヘクター教が出る。我らはつならぬしかばね。ただもうここでイージス出さないともうちょっと手こずってしまうんで、ただ相手が進化権を行使してきたらまずテミスを打ってからっていう話になるが、進化をしてこない。我は触れられざる好機。いきます。もう行っちゃった方が早いんで、ふかしにしてふかしのさばき。で、レディアンスエンジェルは、ワイトに当てて、まあ、1点食らっていくと。でも、こいつももう、4号抑えるか。あ、もうどうでもいいわ。次の王が来た。まあ、次のターン、イージスがいるから、テミスの審判も打てるし、もうここまで来れば勝ち。で、回復をこう、重点的に置いたら、守護を重点。こだかしいな。失礼。さあ、急骨は闇の従者を展開していきながら、俺に手を出そうでか。さあ、肋骨は失礼。さあ、肋骨はどこか、ここを使っていくと。幼稚やな。ただそいつらもろとも全てを破壊するからな、次のターン。餌は餌らしくしてもらわなくちゃ。あ、闇の従者に当てていくと。悠長悠長。では終わりにするか、すべてを。ずい。すべてを一瞬で消し去る能力を持ってる。まあ未だテミスの審判というカードはナーフされたりすることが一回もないからな。肋骨すべて破壊って異常だろ。もう負け負け負け。イージスを目の前にしてまだ抗おうっていう考え方自体が甘いんだわな。小賢しいな。で、進化使ってくるんだろうな、最後の嘆きで。見せてあげる。で、相手もまさかとは思うけど、テニスが2回来るなんて思いもしないんだろうな。さよなら。まあこれがイージスビショップの完璧なる勝ち方。もう抗うことができない。まあ今までの、てかイージスなんでナーフされないんだろうな。普通にコントロール同士の戦いになるとやっぱイージスの方が軍配が上がるし、ただ一つ、まあ一つもないか。一つもクソもないな。ひたすら触れられざるエッグトマトやな。触れることすらできないからな。だからイージスに触れようとしても全てが溶けていく感じやから、前にを出していくと。女！さあ、2戦目の対戦。まあ、気を取り直して、まあ、気を取り直して2戦目やっていくぞ。ただ、今、土ウィッチが増えてるって言われてるんで、まあ、超越ウィッチではないのかなっていう、まあ、思いはあるんですが、まあ、これもイージス、土ウィッチであれば、まあ、グリーム、ユニコーン、まあ、この辺は残しておくか、法廷はいらないと思うんで、2枚引き直すと、超越であれば1枚は超越、ウィッチであれば1枚超越残してのマリガンが、まあ、考えられるんですが、まあ2コース超越かどうかによって、まあ、もうほぼ確実に勝ち負けが決まる。土ウィッチであれば全然いけるんですが、オンニーオンニーオンニー。1コースは例えば、あ、小坂市やっぱ土が多いな。なんか今ちょっと小耳に挟んだんですけど、なんか土ビッチが今玄関境最強って言われてみたいで、ユニコだってやればできるんです。で、土ビッチでもテミスの審判にすごい弱いから、
そこをどうするか、誰も仕掛けも腰身の望遠鏡を使っていく失礼で、種も仕掛けかな、星見の望遠鏡を使っていくで、炎熱を呼んでいく感じかな、炎熱を借りてもちょっと厳しい気はするが、大阪しいなただ02なんでダメージを与えることはできないと。あ、イージス来ました。イージスのプレミア3枚作らせておきながら、ナーフするとか言うなよ、もう。個人的に思ってるのが、クラキソコル入れるものも3枚プレミア持ってて、で、今回超越も3枚プレミアナーフされてしまって、もうイージスまでナーフされてしまったら、もうなんか、シャドーバースのやりがいがなくなってしまうよな、こう考えると。まあ、重機プラス、じゃあ、新様置いていくか。おんにアナールアナールちょっと相手、悪さやな、ちょっと。普通なんか幻惑の記述師とか来るんですけど。わしは知らない魔法使いじゃよ。おんなただ、ドローソがないんで、盤面熟られての行動をされてしまうとちょっと小賢しいかなっていう。風が俺を呼んでいる。グリームリングが来てくる。裁判所を置く意味があるかどうかな、ここ。次、まあ、裁判所置くか。裁判所の、まあ、左当たるやろ。まあ、まあ、別に02当たっても。女これは完全に、死角やな。これあまり良くない。むしろ動かなかった。標高高しい。表情の巨匠だと小高しいな。では、ここで一発テミスを打ってしまうっていうのはありやな。もしくは、終わることは軍神、踊り狂う暴風、グリームニルを出していくのか。ただ、次のターン、重機も割れるんで、4点入るまでもテミス打ちます。まあ、レビーで全部グリームに取られるぐらいなら、先に、盤面取って、次、重機プラスグリームにのオンパレードの方が、多分強いような気がするんで、やっぱ相手の動き、肋骨なら何が出てくるのかっていうところが、お茶会を展開ながら、やっぱ事故ってるぞ。おんねいおんねいまあ、レビーは持ってるって感じかな。迷える者に、スレを与えよう。お茶会行きます。で、これ多分レビーで、盤面、でも盤面取れないな。しかも次のターン裁判所が割れるからレビーがちょっと出しづらい感じやし、いや、これは強いな、ちょっと。や、待てよ、これ強すぎるぞ。え、こなるほどな、まだ諦めてないか。さすがにそんな、しょうもないプリミティはしないな。お茶会行きます。我こそは軍神、踊り狂う暴風、グリームニル。まあ、グリームニル1枚に関しては、10コスの段階で打っていきたい感があるんで、もう次の段はイージス進化で終わりなんで、まあ、土にしてはちょっと動きが弱かったな、これは。完全になんか遊びの的になってるっていうか、土ばっかやな、こいつ。土だらけになってるやん。なんか一枚ピン刺しでバハムート入れるっていうのもありから、許されざるザルそばを食べよう、命の秘密とはアンナール救済を呼び覚ます、ゴーレムが消えていく、命の秘密とは。では終わらせるか、我は触れられざる豪気。まあ、まさか相手もイージスビショップだとはちょっと気づかなかったと思うんですが、ふかしにしてふかしの裁き。まあ、これが新環境やな。いや、イージスに関しては腐ることがないっていう、まあ、確定的な自信があったから、プレミア作ったんですけど、もうこれ勝ち。ゴーレム進化とかしてくるんじゃない?じゃあ、ゾンビ進化とか。では、安息を与えようか。我は触れられざる豪気。ふかしにしてふかしの裁き。地獄地獄すぎ、わろた。
プレミアのイージスを2枚拝めるとはな。こんなに素晴らしい景色はめったに見られる景色じゃないぞ。これは絶景やな、絶景。小賢しいな。いくらイージスの目の前をしてそこまで耐えるとはな。我は触れられざる好機。浮かしにして浮かしの裁き。プレミアのイージスが3枚降臨していく。イージスマニアっていうのがバレてしまうんだけど。いや、盤面がやばい。全部プレミアなんやけど、イージスが。プレミアの合戦やな。プレミア、レジェンドカードのプレミアのオンパレードでくっそばれたわ。ただ、イージスの目の前では無力だ。女女ずいずいずい。嘘でしょ。強すぎて草生え散らかしたわ、これ。トップでイージスをこう、2枚ぐらい引いてくるっていう才能もすごいと思うけど、いや、デッキが強すぎるな。なんかイージス3枚作ってよかったなって今すごい思った。なんかまあ、超越に関しても、私の動画見てくださってるからしかこう、何を言ってるかわからないと思うんですけど、超越に関しても、暗きそこに入れるものに関しても、プレミア3枚持ってるんですよ。で、それプレミアムオーブで作ったやつで、同じ話ばっかしてるけど、ほんと悔しくて、でもイージスまでナーフされてしまうと、何のためにプレミアムオーブ使ってきたんだって話になるから、まあ、これこんな感じでいきます。そこまで使ってほしいのか。ヘンリー・イージに関しては、まあ、野獣に関しても、ビューティー&ビーストに関してもしっかり対応できるカードなんですが、ただ、高スタッツで殴るカードっていうのがないんで、ちょっとビューティー&ビーストだけちょっと今の環境、なんていうのは飛び抜けて強いというか。まあ一応、エルフに関しても対策はこのデッキできてて、まあ、まず一つ目が守護を多様に採用してる、大量に採用してるっていう点と、それから回復をたくさん対応してることによって、アグロ系のデッキ、まあ、エルフのリノセウスのデッキに関してはすごい強いかなと。まあ、1コス2コスの動きはもう完璧なんで、で、今までであれば、重機の呼び声を置くっていうことすらなんか、ニュートラル環境弱かったけど、まあこのエルフに勝てればもうなんか敵なしって感じだよな。まずこっち行きます。まあスノーホワイトプリンセスに関しては次のターン行こうか。とりあえずカウントダウン系のカードは先に置いてしまった方が手っ取り早いんで、まあ2点か3点であれば、レディアンスエンジェルなどですぐに回復できるから。女女エルフなんだ、あれやれだ。こうユニコ行くっていう手もあるから、まあスノーホワイトプリンセス行きます。まあ、ユニコは多分森嵐とか打ち取られる可能性があるから、まあ、しっかりスノーホワイトプリンセスなどで盤面を取っていきながら、しっかり、根強く、行きたいなと思います。で、こうエンシェンティルフとか出してきたら本当ありがたいな。音源さあ、どうくる？イージスはしっかり手札にあるとやっぱ3枚採用してるから、やっぱ毎回9コスまでには出せるなっていう印象は、対空射撃を唐揚げボルグで打っていく。ただ顔に1点を与えないというプレミをしていく。顔を狙って、小賢しいな。嘘だろ？マジかよ。こいつ、弱すぎるな、これ。ていうか、リノセウス捨てんの？それないと思うんだけど。とりあえずフェアリーも打ち取りたいから、これ裁判所行きます。ちょっともったいない動きかもしれないけども、リノセウスのデッキと分かった瞬間、ちょっと打ち取りたい。で、次のターンお茶会展開して、これ盤面でなんか勝つような気がするな。エルフってやっぱこう、これがヘウンリーイージスの最新型のデッキ。まあ、一つなんか思ったのが、審判の裁判者だっけ？9月の審判者か。6コスで、3後で、相手の体力3以下のやつを消滅させるっていうカードがあるんですけど、まあ、そのカードを今回入れてません。ちょっと今そういう環境じゃないのかなと思ってるのがあって、また特にドラゴンに対して弱いから、
まあ、ハゲで重要は引き締まってるな。特に下の部分、割れ目が結構見えそうで、ここ筋がな。え、これ幼獣小賢しい。すぐなんか下に目が行くわ。小賢しいだー。おんにゃーおんにゃー。まあ、このドラゴンが一番なんか、すごいやりたい試合っていうか、レディアンスエンジェルを取っとくっていうのもありやけど、まあ、ここた、入れ替えていって。ユニコだって、やればできるんです。先行で聖なる願いを引いていくのは大きいな。まあ、天球の聖道義か、聖なる願いかっていう、まあ、分かれるんですけど、個人的に聖なる願いの方が、まあ、展開の階段がナーフされた後なんで言えることなんですが、まあ、多分強いかなと。まあ、しっかり序盤は、まあ、ユニコなので、耐えていきながら、こういう、スネークプリーストに関しては、まあ、ジェネシスドラゴンの疾走などを抑えるために使っていきたいから、基本的に死後は、まあ、出さないようでいいときは出さないという方向性で、まあ、行きたいなと。展開の階段を2個捨て置いていく、まあ、長期戦を見据えていくって感じか。オッケーオッケーオッケー。まあ、PP ブーストできてないんで、相手は。グリームに行きます。我こそ踊り狂う暴風。女女女女。さあ、散骨はどう来るか。悠長やな。ブレイジングブレスを打っていくと。ただ手札が減ること、小賢しいな。全部受けるとはなかなかやるじゃないか。オッケーオッケーオッケー。ここでイージスを引いていくんですわな。スネークプリーストに関してさっきまあ喋ってたけど、ぶっちゃけ出す必要ないよな、ここ。だって次のターン進化に殴られるわけやから、出す必要性ないんで、ね、出しません。はい。別に進化権が余ってようが別に関係ないし、次のターン4個捨て、託戦とか、もう悠長やな。悠長悠長。レディアンスエンジェルを引いていくと、ここ裁判所一択でいいかな。まあ、テミスもあるし、イージスもあるし、裁判所行きます。ちょっともったいないかもしれないけども、ここはもう、次のターン、まあ、テミスもあるし、まあ、上級フォロワーもなかなか PP ブーストできないから、同じような頃に出てくると思うから、イージスで返すっていう。まあ、進化権使う方がちょっと弱い動きになるんで、極力進化権を使わずにイージス進化切ってっていう感じになるんで、ここ3月ウサギのお茶会行きます。で、進化使いません。で、次のターン3枚ドローしてっていう、まあ、完璧な動きができてるな。いや、ちょっとイージス使いになろうかな。今までなんか超越をすごい推してたんですけど、やっぱイージスに関してはやっぱこう、誰もが認める強さやし、やっぱこの出した時のな、無敵さ、結構無敵とか最強とかいう言葉好きなんで、無敵とか言うな。たった2文字でこの表される最強の感じ、すごいよな。で、アイラで、進化していく。やっぱドラゴン戦に関してはやっぱイージス持ってるもん勝ちやなと思います。やっぱりこう、化け物同士の戦いであってもやっぱテミス、スターフェニックス。舐めすぎやわ。そこまでが、まあ、オッケーオッケー。ユニコ来ます。であれば、スノーホワイトプリンセスから入って、儚き夢が舞い踊る。ユニコ出して、で、主語を置く必要性があまりないんで、5ターン終了で。ちょっと待って、相手そろそろ急がないと負けてしまうぞ。で、レディアンスに関しては、まあ、魔界ジェネシスが怖いんで、まあ、2点減らされた時に回復使っていくと。おんにゃーひゃーフェラーフェラーフェラー。さあ、9コスは、9コスでな、なんかドラゴンもな、なんかイージスみたいな、なんか無敵のカードとか採用されてくると、なんか次の環境とかで、結構次年末じゃないですか。だからこう課金させるために、超強いカードをなんかこうパックに、な、つか、なんかこう、パックなんかこう、見出しとしてなんか掲げてきそうな気がするんだな。なんかいつもと違うと思うんですよ。新しいリーダー、ネメシスも出るから、そのネメシスっていうのが、イージスよりもぶっ壊れたカード出る可能性もまあ、泣きにしもあらずなんで、まあ、裁判所のおかげで相手は何も出せなかったと。な、もう勝ちなんだよな、ぶっちゃけ。レディアンス、バハムート次出る可能性があるか。おんにゃーおんにゃーおんにゃー。
迷えるものに、もう出すわこれ。なんかためらってでもしゃあないというか、スルメを与えよう。悪行はそこまでじゃ。もうイージェスゲーなんで、別にもうこの小型フォロワー出してもしゃあないわ。どちらにせよバハムート来ると思うんで。いやー、想像の前には破壊がある。そろそろ全て終わらせようか。あんなーる。ただこれ魔界ジェネシスのプランは諦めたって感じか。であればこれイージスで勝ちだと思うわ。でもしイージス、まあ、バハムート出されたとしても、我は触れられざるゴーキキアンサール。なんかアンリエットとか入れてもなんか面白そうやなってなって、これ7級のフォロワーを倒しても10で残るこのスタッツの高さよ。スタッツのこの無敵さよ。無敵やな。これはなんか覆すカードって出てくるのかな。さあどうくるこれ。多分魔界の女王の、うおー、嘘だろ、嘘と言ってこいよ。あー、え、嘘だろ、ジェネ、え、ちょ、それ計算はしやすい。やー、おお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 、それは強すぎるわ、さすがに。あ、いや、ちょっとそれちょっと、ん、え、じ、うん、ちょっと頭おかしくなってくる。ちょっと頭がとろけそうになってくるんで、まあ、ちょっと頭がとろけそうになる前に、ちょっとこれはもう一回終了しようかなと。まあ、いい試合でした。